静岡市葵区の山間部で8月に確認された大規模な地滑りについて、有識者らによる現地調査と意見交換会が開かれました。8月、静岡市葵区の諸子沢地区で大規模な地滑りが確認され、その後も土砂の移動、流出が続きました。今日は有識者らによる地滑りが発生した現場の調査が実施され、現場の状況や地質などを確認しました。午後は有識者や住民らによる意見交換会が行われました。さて、本日波動にたくさん土砂が溜まった状態のままですので、土石流のセンサーが設置されてますけど、引き続き警戒っていうのは必要なのかなというふうに感じました。参加した住民からはこんな意見も。自分は避難している一軒の家ですけどね、帰ってこれるかどうか、それが心配なんです。調査結果もですね、おそらく、半年以上は間違いなくかかる、もう少しちょっとその時間を決めるのがかかるということだけご理解いただけると。今後は県が調査を進め、市とも情報共有をしながら応急対策について決めていくということです。